そういった文様の一つに、モレウという渦巻き文がある。モレウはアイヌ語で、緩やかに曲がる、の意味がある。モレウを左右対称に二つ組み合わせた文様は、ウレンモレウと呼ばれている。上の図は北海道開拓記念館像の明治期のものと思われるもめにで、ここにもウレンモレウ文様が見られる。ウレンモレウ文様は、 よく見ると、甲骨文字のマムシに、そっくりの図形を上下左右に反転させたものから成り立っている。私は、社交機土牛などの図柄と同様、おそらくこれも甲骨文字に由来すると見ているが、誰にこの話をしても、なかなか賛同はいられない。だがそれならば、アイヌの医療のデザインと、インド製銅器のデザインを見比べてもらいたい。非常によく似ているだろう。